豊川裕太です。僕が今からトレーニングを紹介します。皆さんもやってみて。つま先を前に向けて、このスクワットポジションを取ります。この時にお尻をしっかりとギュッと締めて、地面をしっかり踏んでください。で、キープして、そこからバウンドします。それは、ケツはずっと締めたままでバウンドしていってください。これを50回くらいして、そこからジャンプ。この時にケツで止まれるように、この時にこうなったりこうなったりしないようにしっかりと、止まってみてください。以上です。